はい。それでは時間になりましたので始めていきたいと思います。皆さん、こんばんは。ここのお時間です。今日は、シャンパーニュ地方とアルザス地方の問題を一緒に復習していきましょう。今日ですね、ちょっと本題に入る前に、二つほどお知らせがございます。まず、一点目がえ、皆さん、受講生の皆様え、大変お待たせいたしました。今、皆さんが使っていただいているのが、このちょっと薄い、あの、 小冊子をですね、2冊お送りして、そちらをあの仮のテキストとして使っていただいているんですけれども、あの最新のテキストがですね、いよいよ来週ですね、来週の終わり頃に、あのビノテラスの事務所に納品される予定です。今、あの印刷会社さんの方で印刷していただいているんですけれども、なんで、えー、来週、あのビノテラスの方に納品になり次第、すぐに皆さんに発送の手配をして、えー、来週の週末、 ないしは、えー、来,週の来週の2週間ぐらいですかね、にはあの必ずお手元に届くように手配いたしますので、えー、ぜひぜひお待ちください。またあの、受講生の方以外もですね、アマゾンでも販売をいたしますので、あのそ,ちらそちらも来週の週末頃にはに、アマゾンに発売になりますので、ぜひぜひあの勉強に役立てていただければと思います。 このテキストに関してのお知らせが1点ですね、えー。もう2点目ですけれども、ちょっと画面共有をさせていただきますね。はい、こちらですね、今あの、イノテラスのホームページの、えー、共有になっているかと思うんですけれども、はいあの、毎年ですね、中間模擬試験というのを行っております。ちょっと気が早いんですけど、6月の9日の日曜日のお昼から行います。 これはですね、あのソムリエ,エキスあのパインエキスパート試験本番が120問を70分で CBT 方式で解いていくというものですけれども、その本番さながらの同じ120問 70, 120問70分ですね、それ同じ、えー、感じでやっていただきながら、であの範囲としましては、 その時に勉強が終わっている範囲ですね。なので、今からヨーロッパ各国やっていくんですけども、この辺ですね、ワイン概論から始まって、今、皆さんがやっているフランスで、次、イタリア、ドイツ、オーストリア、ルクセンブルグ、スペイン、ポルトガルというところまでをちょっと範囲としまして、70問ピックアップして、まず皆さんに70問じゃないですごめんなさい、120問解いていただいて、70分、うん、実際に。 あの皆さん一斉にですねやっていただいてそれが終わったらあの佐々木先生からもう徹底的にえその120問を解説していただくというまあおそらくですねその日曜日の午後いっぱいかかる感じにはなると思うんですけれどもあのこの中間模擬試験の特徴としましては皆さんの受講生の方だけではなくてピノののテラス生以外の方もあの受けていただけるあの試験になっておりますので,なんでその全国の 受,講生の中受験生の中で、皆さんの立ち位置があの、6月時点での立ち位置が分かるっていうあの試験になってます。なので、あのフルでご参加いただければと思いますけれども、えっと、受講生の皆さんはですね、あのこの、これ5500円ってなってるんですけどあの、受講生の方は割引クーポンが出ますので、ちょっとあの申し込みはまだ待っていただいて、あのこちらからご案内したときに、 申し込んでいただければ幸いです。ぜひぜひご活用ください。はい、えー。というわけで、今日はシャンパーニュ地方ですね。シャンパーニュ地方とアルザス地方ということでやっていきたいと思います。えー、っと、すいませんあれ。はい、失礼しました、えー。まずですね、シャンパーニュ地方とアルザス地方の、えー、勉強を始める前に、 大体の地図上の位置っていうのをイメージしていただいて、まあ、シャンパーニュもアルザスもフランスの北の方にある産地でした。首都であるパリがありまして、パリから東に行くとシャンパーニュ地方があって、東に140キロなんていう数字も出てきたかと思います。でシャンパーニュ地方があって、さらに東にこう目を移していくとアルザス地方があるということですね。アルザス地方を の手前というか、その今言ったようにこうパリからずーっとこう目を動かしていたときに、アルザス地方の西側には、えー、ボージュ山脈という、えー、山が、えー、地形がありますで。ボージュ山脈の東側がアルザス地方で、西側に、えーまあ、小さい山地ですが、ロレーヌ地方というのが広がっていると、そういった感じになりますね。まあ、詳しくは問題を解きながら見ていきましょう。はい、では、まずシャンパーニュ地方について、問題を見ていきます。 はい、今日は9問いっていきます。はい、でははじめの問題です。シャンパーニュの規定で正しいものを選んでください。はい、え、ブランクリューとブルミエクリューを混ぜた場合でもブルミエクリューを名乗れる。二、格付け100%の村は18カソン。三、格付け80 80から90%の村がプルミエクリュを名乗れる。D、格付け90%の村ならグ,ルグランクリュを名乗れる。はい、このシャンパーニュのえプルミエクリュとかグランクリュとかの規定ですね、少しあの分かりづらい部分かなと思うんですけれども、1個ずつ選択肢を見ていきたいと思います。ちょっと一番上は飛ばしますね。え格付け100%の村、えー、つまり、えー、この格付け 100%というのは、もう一回あの、授業中にも佐々木先生からあのご説明あったと思うんですけれども、もう一回この、この格付け何、何っていう意味を説明したいと思います。でこの何っていうのは、シャンパーニュ、ぶどうを買い取る価格が、その栽培農家さんからぶどうを買い取る価格っていうのが、えーま、じゃあ例えば、工程価格というので決められていたんですけれども、過去にですね。 その工程価格じゃあ、例えばですけれども、ぶどう1キログラムあたり1000円で買い取ることにしますというのを決めたとしますよね。そうすると、えー、じゃあ、この村は100%の村っていうのはどういう意味かというと、その工程価格 ×100% の価格でぶどうを買い取る、そういった村だよっていうことでしたよね。 ですので、この格付け100%の村っていうのがもしあったら、例えば 1kg1000 円だったら、じゃあ 1kg1000 円で買い取りますと。で、じゃあもう一つの村は、じゃあ95%の村というのがあったとしますよね。まあ、そういう村があったら、えー、1000×95% で950円とか。じゃあ、この村は900あ92%の村っていうのが仮にあったら920円とか。そんなような感じで決まっておりまして、 まあ今言ったような92%の村とか95%の村、まあ、90から99の間に入っている村がプルミエクリュ。そして、この格付け100%、工定、えー、価格、満額で買い取ってもらえる村っていうのが、えー、いわゆるグランクリュでございまして、シャンパーニュにはグランクリュが17カソンあります、ね。すごい細かいんですけども。はい この C ですね、格付け80から90%の村がプルメエクリを名乗れるとありますが、プルメエクリを名乗れるのは90%台の村ですね。なので、90から99%が正解。そして、格付け90%の村なら、グランクリを名乗れる。グランクリを名乗るには100%でないといけないので、これも間違いです。まあ、正解はこの A なんですけれども、グランクリとプルメエクリを混ぜた場合でも、プルメエクリを名乗れる。 とということです、ね、まあ、えーと、言い方の問題なんですけれども、まあ、要はそのプレミアクルとグランクリューを混ぜて、グランクリューとはあの言えないですよねっていう話ですね。ただ、このプレミアクル、もしグランクリューの混ざってるプレミエクリュがあったとしたら、こうちょっと購入する側としては少し不した気分になってしまうと思いますし、あとはこう販売される側としてもです、ね、こう売り文句としてあの言いやすい。 使いいやす言葉なのかなとは思いました。正解は A ですね。はい、はい、次です。シャンパーニュ地方、コーテル・ブランチ区のクランクリューを選んでください。A、アビーズ。B、アンボネ。C、アイ。D、ベルズネ。はい、あ 言い忘れましたが、皆さんご質問があれば、いつものように Q&A の方に書き込んでおいていただければ、え後でまとめてご回答します、はいえー。シャンパニュー地方のグランクリューの問題ですね。あの今、1個前の問題の時に話した格付け100%の村のことです。でグランクリューが17か村あるというふうに出てきましたけど、まあ、それぞれグランクリューがどこの地区に属しているのかという問題が出るよという話。 でしたえー、コートデブラン地区と、えー、モンターニュドランス地区と、えー、バレドラマルヌ地区という3つの主要な産地がありましてそれぞれに、えー、グランクリューがあるんですけれどもで覚え方あのー、アビーズのポコメっていうふうに皆さん授業中に習ったかと思うので、まあ、それで覚えれば本当にあの百、ー、発百中で解けるかなと思っていてこのビノレットの問題もシャンパーニュの あのこのグランクリューの問題っていうのはかなり正解率が高いんですけれども、ちょっとこの問題だけがあの異様にあの正解率が低かったので、ちょっと取り上げてみたんですけれども、フ、は、ィ、い、ノテラス流というか、佐々木先生流だと、アビーズ・ドットコメっていう覚え方ですね。これ、すごい良いい覚え方なので、ぜひ皆さん、使ってほしいんですけど、でよくある覚え方。 で一般的にある覚え方で、このグランクリューの頭文字が AOC が基本コートデブランのグランクリューというふうに覚えて、えー、例外、その A の中でちょっと例外があるからそれを覚えるっていうような覚え方があ,のあるんですよねで。ただこれですと A の中で何が例外なのかっていうのが忘れちゃうんですよね。で今回ですね、この A の あのグランクリューをわざとここに3つ集めておりまして、まあ、もちろんわざとなんですけど、はい、であのそうですね、なんでその A が、えー、コート・デ・ブランが基本だけど、ちょっと例外があるっていうふうに覚えていると、ここで迷っちゃうかなっていう問題ですね。でも、皆さんはコート・デ・ブランのグランクリューをアビーズドットコ m っていうふうに覚えているので、まあアビーズって出てきてますからね、このアビーズを選べば OK ということですね。 愛、はい、を選んでいる方が多いですね。愛、まあ、っていうのは結構、何、まあ、て言うんでしょう、印象的なあの名前かなと思うんですけれども、愛、まあ、は、何、えー、ですね、えっと、バレドラマルヌ地区。バレドラマルヌ地区は2つしかグランクリューがないので、まずは、えー、覚えちゃえるかなと思います。と、このアイと、えー、プルシュルマルヌっていう、マルヌっていう名前がついているグランクリューなので、まあ、こっちは何もしないでも覚えれる。ということで、愛だけ、えー あれドラマルヌっていう風に覚えればいいかなと思います。次です。シャンパーニュ生産者の登録業態、CM の正しい意味を選んでください。はい、これちょっと選択肢が長いので、あのこれはちょっと選択肢を読みながら一個一個当てはまる略語を考えていきたいと思います。 ぜひ皆さん、もしテキストをお手元にあれば、小冊子の2冊目の118ページですかね。118ページですね。あ、これあの、小冊子の1冊目と2冊目が、通しでページ番号になっているのであの、この冊子自体はあの始まって間もないんですけど、118ページというふうになっております。はい。 118ページの略語の表の左側に、覚え方っていうふうな形で、5個単語を覚えれば解けますよっていうのが載っておりますので、そこをぜひご覧ください,、えーとはい。そうしましたら見ていきますけれども、じゃあまずこの B からいきますね、この一族の所有するブドウ畑で収穫された原料を用いて、シャンパーニュを醸造、販売する栽培農家。 はい、これは一族というのが出てきますね。あの一族という、まあ、結構印象的な言葉、ここにしか出てこない言葉があります。でこれ関係は1つしかなくて、えー、一族はソシエテという言葉に言い換えることができるので、えー、その頭文字は S ですね。ソシエテの S。この S は CM には含まれていないので、まずこれは違う。そして、じゃあ次、D ですね。このスーパーやレストランなどのプライベートラベルが貼られたシャンパーニュ。 とありますはいこれは結構印象的なので、えー、覚えやすいのかなと思うんですけれどもプライベートラベルというのはあの、まあ、日本でもあの、まあ、大手のスーパーマーケットであるとか、えー、レストランとかホテルとかなどで見られるものですけれども例えばこのとある生産者のシャンパーニュ、まあ、普通に市場に出回ってるシャンパーニュがあって、えー でただ、それをいっぺんに、じゃあその、例えばスーパーマーケットの方で、じゃあ、1000ケースいっぺんに買いますよって。で、それで1000ケース買うんだったら、じゃあ、そのお宅のスーパーの,あのラベルをその、ねあの、オリジナルラベルのものに貼り替えて販売していいですよっていう感じのものがプライベートラベルですね。まあ、もちろんそのラベルをこう、オリジナルのものをあの作って貼ってっていう風なコストがかかりますので、 買い取のロットっていうのもこうちょっと大きくなるので、まあ、あの自然とプライベートラベルを作れるのは比較的こう規模の大きな企業であることがほとんどではあるんですけれども、まあ、そんなシャンパーニュがあると。で、これはマルクダ・ダッシュ・トゥールという、えー、名称でしたよね、えー。MA というのがこのプライベートラベルのことです。まあ、マルクというのは、あの英語のマークにも似ていますけれども、のブランドみたいな意味ですね。 はい、でこれも違うと、はい。で、この A と C が残りましたけれども、そうですね、じゃこっちからいきましょう、この共同組合にブドウを持ち込み、醸造を委託、相当量のシャンパーニューを買い取り、自社銘柄で販売する栽培農家、はいえーまあ、すごい長い文章なんですけど、まあ、こ,れこれは教本の通りの文章が。 あの問題にも出ますので、この通りに覚えておいていただければ OK です。で、じゃあ、この A の選択肢なんですけど、これ、すごい長いんですけどこう、全部この最後の栽培農家をこう就職するというか、栽培農家についての説明を長々と書いてあるんですよね。まあ、なんで、要はそのこの文章をなんか一言の単語しか使っちゃいけなくて、表すとすると、まあ、栽培農家という風になるのかなと思います。 まですので、あのまあ、栽培農家というのが先頭についているデコルタン・コーペラトゥールというふうに考えていただければいいかなと思います。まあ、共同組合という言葉が入っているので、えー、コーペラティブとか、えー、コーペラトゥールとかっていうのが入るのかなというところと、まあ、あとはこの栽培農家、A というのは栽培農家のことについて言ってるんだということで、えー、栽培農家を意味するデコルタンというのが先頭につく。えー でしょうえー、登録、生産者の登録業態だっていうふうに考えていただければと思います。ちょっとこれはあの単語の正確な意味とか、あのー、ちょっと考えてもいいんですけれども、あのーまあ、パッと、あのー、この文章に出てくる単語と、まあ、どういう場所に出てくるかっていうところと、あとこの覚え方に出てくる5つの単語っていうのを組み合わせて、もうあのパズルのように、機械的にあの問題を解く上ではです、ね、やっていくのがいいかなと思います。 なので、これはレコルタン、えー、栽培農家レコルタンなので、R は入ってないので、B も違うと。あ、B じゃないです。この A ですね。A も違うというふうになります。で、最後残ったこの C ですね。はい、この加盟する栽培農家が持ち込んだブドウを原料として、醸造から販売まで行う生産者共同組合と。この C も一言で言うと、あの生産者共同組合の説明をしているわけですよね。まあ、ですので、えー、生産者共同組合、えー コーペラティブというのが先頭についている CM の説明となります、まあ。というような感じで考えていただければと思いますけれども。はい。なんで C が全然正解ですね。はい。この、そうですね。実はこの C の、えー、この CM、コーペラティブ・とマニプラシオンっていうのも、まあ最初の方にちょっと栽培農家っていう言葉がこう入ってるので、 あのさっきのレコルタンコーペラツール、失礼しました。えー、レコルタンコーペラツールであってますね。失礼しました。と、こうちょっとあの要素が似てるって思っちゃうかもしれないんですけれども、この一番最後に来る言葉っていうのに着目して解いてみるとあのいいんじゃないかなと思います。はい、次です。えー、主要3品種の中で、栽培面積が一番小さく、シャンパーニュの長期熟成を可能にする品種を選んでください。 A、ピノブラン B、ムニエ C、シャルドネ D、ピノグリはいまずですねこの主要産品種、まああの、シャンパニュー地方の主要産品種ということですよね。あのじゃあないやつが、ね、ありますよね。もピノブランとピノグリっていうのは主要,主要産品種の中には入ってないので、まずは削れるかなと思うんですけれども。 はい。で、ええー、ムニエかシャルドネかということになります。で、これ答えはシャルドネなんですけれども、シャルドネ。まあ、ムニエと間違えている方も多くいらっしゃいまして、あの、まあ、ムニエってあの、あんまりこう普段聞かない品種ですよね。あの、シャルドネとかビノノワールとかっていう風な葡萄品種に比べると、ムニエっていうのはなかなかあの、接した機会が少ない。 あの品種なんじゃないかなと思いますので、なんでちょっとマイナーのやつだから、ちょっと一番少ないんじゃないかなっていうような形で選んでしまった方もいらっしゃったかなと思います。まあ、これはですね、その3品種、このムニエとシャルドネとピノ・ノワールですよね。でその3品種の中で、えー、上位2つを、えー、プロブドうがまず占めてるっていうふうに覚えていただければいいかなと思います。まあ、その中ではピノノワールとムニエ の中では、やっぱり今言ってムニエの方が、えー、ちょっとピノノワールがやっぱりメインの品種ということで、ピノノワール、ムニエ、そして、その次にシャルドネが来るということです。シャルドネが3位ですね、その主要品種の中で。でこの問題の中に、えー、長期熟成を可能にするというふうなことがありまして、あの、酸が豊富なワイン、 は、えー、熟成によってですねいろんなあのアルコールとかと結びついて、えー、複雑な香りをどんどん醸し出していくというふうにされております。あここでいう酸っていうのは結城さんですね。皆さん、第1回の授業で集席でリンゴはクエンていうふうに覚えたあの結城さんですね。それが多いとその熟成によってこうどんどん複雑な香りを醸し出していくっていう。 ふうに言われてます。なんで、まああので、酸味があるということはまたちょっと違っていて、そのちょっと酸っぱいイコール長期熟成可能とかというのではなくて、結、ま、城、あ、さんの含まれる量が多いというのが長期熟成の条件というのが一つあります。はい、次です,ロゼさんすません。ロゼシャンパーニュの製造方法ではないものを選んでください。A、黒ぶどうと白ぶどうを紺錠する。B プロブドウを直接圧する C、ロブドウの果皮を一定時間果,果汁に漬け込むマセラシオンまたはセニエ。D、白ワインに適量の赤ワインを混ぜるサンブラージュええ。ロゼシャンパーニュの製造方法ということですけれどもあの、まあ、ロゼシャンパーニュというのは、えーまあ、どういうことなのかといいますと ティラージュ、ティラージュっていう皆さんの、あの醸造工程の言葉があったかと思いますけれども、まずシャンパーニュって普通にスティールワインを作って、そのできたスティールワインを瓶詰めするんですけど、まあ、瓶に包めるときに、えー、酵母と、あと糖分。まあ、糖分というのはあの、まあ、ワインに砂糖を混ぜたものですね。でそれを一緒に入れ,ること入れて蓋をすることによって、の密閉された瓶の中でアルコール発酵が起こると、 まあ少しアルコール度数が上がるのと、あとはアルコール発酵によって発生する二酸化炭素が液中に溶け込んで、そのスパークリングワインのシュワシュワがそれでもたらされるっていうことでしたよね。まあ、そのティラージュの前段階ですでにロゼワインになっているやつを便大二次発酵させてロゼシャンパーニュを作るんですけれども、要はこのロゼシャンパーニュの製造方法っていうのは、瓶詰めする前のロゼのスティールワインを作る。 シャンパニューにおける方法ということですね、はい、ロ,ゼシャあロゼワインの、えー、製法っていうのが、皆さんワイン概論の時に、えー、勉強したかと思うんですけれども、あのセニエと直接圧搾っていうのがありましたよね、まあ。それぞれどんなあのロゼを作る方法だったかも思い出してみていただきたいんですけれども、まあ、それが2つが基本的なロゼの製法ということで勉強しましたよね。まあ、なんでどちらもロゼ シャンパンニュにおいてもどっちも OK です。ただ、この直接浅くっていうのはちょっとほ,ほとんど少ないようなんですけれども、あの基本的にはどっちも OK です。で、この根性するであるとか、アッサンブラージュとかっていうのは通常は、えー、方法としてないんですけれども、このシャンパンニュにおいてはですね、この狙った色、狙ったロゼカラー、えー、またその ずっと毎年同じロゼカラーの、えー、ワインを、えー、販売する必要があるということで、えー、その一貫した色を出すために、ブレンドというのが例外的に許可されているんですよね。まあ、アサンブラージュというのはブレンドのことですよね。はい。で、このこ、なんでこの D が、あ、失礼しました。で、この A が、えー、根性すると書いてあるんですけど、まあ、これは、あのー、次の。 次ぐらいで、えー、出てくる、フランスの次がイタリアで、イタリアの次がドイツですね。ドイツの勉強の時に、えー、この根性で作るロゼワインというのが出てきますので、まあ、その時また思い出しましょうということで、えー、この A が正解ですね。正解というか、ロゼのシャンパニュでは許可されてないロゼの作り方です。他は全部 OK で はいシャンパーニュはですねこのロゼを作る時に白ワインと赤ワインを混ぜるっていうのもアサンブラージュですしただその収穫年の異なるワインをアサンブラージュして、えー、こう一貫したスタイルを作り出すっていう時にもアサンブラージュがありましたよねこのアサンブラージュっていうところにあの本当にこうシャンパーニュを作ってきた人々の知恵が垣間見えるっていうのがすごく特色かなと思いますはい次です えー、シャンパーニュの醸造工程の順番として、適切なものを選んでください。はいえー、こちらもですねちょっとあの選択肢、長くなってしまうので、まずはこの選択肢がどんな要素でできているのかなというのを、えー、洗い出してみたいと思います。えー、まず見てみますと、えー、アサンブラージュ、えー、アサンブラージュはブレンドですよね、先ほど出てきました。ティラージュも先ほど出てきた、瓶詰めですね。 一回しているワイン作って、それを便に詰める。糖分と酵母とともに便に詰める。そして、ドゥー・ジエム・フェルマンタシオン・アン・ブテイユ。はい、まあ、ドゥー・ジエムっていうのは、まあ、セカンドですね。2回、二番目のという。まあ、ドゥーというのが、フランス語でニという意味ですので、アン・ドゥトロアとて言いますけど、まあ、その2があの関係している言葉なんだなっていうふうに思い出していただければと思います。えー、フェルマンタシオンは、 えー、英語でもファーメンテーション、発酵ですね。アンっというのはこのその中でということですね。で、ブーテイユというのが、えー、ボトルです、瓶。瓶の中での、えー、2回目の発酵。まあ、ドゥージエム・フェルマンタシオン・アンブーテイユは瓶内二次発酵ということですね。えーまあ、ティラージュして瓶詰めした後に、その一緒に、えー、瓶詰めをした糖分と酵母が瓶の中で2回目の、えー、アルコール発酵を引き起こす。 そして最後がマチュラシオン・シュール・リー。マチュラシオンっていうのはマチュレーション。英語でもマチュレーション、熟成ですね。シュール・リーっていうのは、皆さん、醸造の箇所でシュール・リーという製法を勉強したかと思うんですけれども、白ワインをリと接触させて熟成させるという方法でしたよね。シュールがリの オ,オ,ンオンザリーズというような意味で、オリーがリーでシュールがオンですね、オリの上での熟成。はいえー、瓶内二次発酵が終わりますと、酵、え、母、ー、酵母はそのアルコール発酵を終えると、えー、オリとして瓶の中に沈んでいくわけなんですけれども、そのオリと、えー、接触させてワインを熟成させるというのが、えー、シャンパーニュのすごく味わいの肝となる部分です。 はいえー、そうですねあの、たまたまこの A が正解だったんですけれども、ア、えー、サンブラージュ、えー、原料となるスティールワインを、えー、ブレンドまずしますね。えーまあ、のシャンパーニューではあの、やはりちょっと冷涼な気候であるということと、あとその大陸性気候と海洋性気候が混ざり合う気候とかっていうふうにテキストにも書いてあったと思うんですけれども、要、まあ、はそのどっちもの影響を受ける年がある。 要は海洋性が強い年もあれば、大陸性が強い年もあるという、ちょっと安定しない気候というのが、チャンパーニュの特徴なんですね。ですのでこう、ぶどうの品質というのもちょっと安定しづらかったとっいう過去がありますので、まあ、その、えー、なんていうんですかね、その、うん、となんていうんでしょう、それを埋めるためにこう、異なる収穫年のワインをこうブレンドすることで、まあ、欠点を埋めるというか、あの いつも一貫した品質のワインを作ることができるように、このアサンブラージュという技術が生み出されたということですね。はい。で、まあ、あとちなみになんですけれども、このマチュラシオンシュールリーというのがですね、えー、と通常はあのシュールリーをする期間というのが12か月経つと、酵母の,の,のイーストの香りっていうのがワインに移るそうです。 でかつ、その酵母がですねこう、オートリシスといった自己分解っていうのをしていてこて、アミノ酸の旨味をです、ね、こうまみを放出していくんですけれども、まあ、そのアミノ酸のうまみっていうのがこう、ワインに移るのに7年、6年から7年ぐらいかかるというふうに言われております。ですので、各メゾンのです、ね、本当トップキューベというか、その一番高級なレンジの、えー、シャンパン乳というのは、 あのまあ、そういった7年以上ですね、ほんと10年とか、えそういった熟成を経て、味わいに複雑さが出ているものが、えー、リリースされているということですね。はいまあ、こであの全部あの同じ要素なので、その4つの順番がどうだったかなっていうのを落ち着いて考えれば解ける問題かと思います。まあ、これはぜひです、ね、あの理解しておいていただきたい問題かなと思います。あとはその えー、折り抜きの段階の並び替え問題とかもあったと思うんですけれども、まあ、要はその、デミアージュ、糖ンをして、レ、えー、ゴルシュマン、折り抜きをして、でその後に、えー、ドザージュ、糖、え、分、ー、を入れて、その皆さんが一番最初の授業の時に覚えた、えー、あのスパークリングワインの甘辛度の表記っていうのがありましたよね、そのブリュットだとか、えー、デミセックだとかあったものを、えー、決定づけるのが、そのドザージュの具合ですね。 ドザーシュをしてえブシャージュ、線、まあまあ、をして出荷すると、まあ、出荷する、まあ、要は販売をするえ消費者の方に飲んでいただくということですね。はい、次です、えー。ノンミレジメのシャンパーニュは、瓶詰めから折り抜きまで最低何ヶ月の熟成期間が必要か選んでください。A、6か月。B、12か月。C、24か月。D、15か月。 はい、えー、まずこのノンミレジメというのは、ノンビンテージと同じ意味ですね。はい、先ほども申し上げたように、こうシャンパンにちょっと厳しい気候でありますので、あの一定の品質を保つために、このブレンドをする、まあ、のいろんなビンテージ、いろんなミレジメをブレンドするっていう技術がありますということですね。はいで、このノンビンテージのシャンパン乳について、この試験で問われるのが、熟成期間の,あのことなんですよね。 で熟成期間の数字が、えー、ここにもありますがあすいません、えー、12ヶ月と15ヶ月っていう2つの数字が出てきて、これがどっちがどっちだっけなっていうふうになるというパターンですね。でこれ、正解は、えー、瓶詰めから折り抜きまでなので、まあ、12ヶ月なんですけれども、この12ヶ月と15ヶ月でどっちかなというふうになっておりますので、えー、とちょっとですね、1個図を作ってみました。うん こちらですね、えー、と見えてますすでしょうかあのすごく単純な図なんですけれども、これがノンビンテージの熟成期間をすごく簡単に図式化したものです。その12ヶ月と15ヶ月という2つのこう数字が出てくるんですけれども、その2つというのは何かと言いますとあの、起点となる、0ヶ月の起点となるのはどちらも瓶詰めのタイミングですね。まあ、ティラージュ、瓶詰めというのはあの、先ほどから何回も申し上げている通り、最初にスティールワインを作って、 そのスティールワインを糖分と酵母と一緒に瓶詰めする、その瓶詰めのタイミングのことですね。それが0ヶ月として、そこから折り抜きまで、でゴルジュマンまでは12ヶ月以上は経ってないとだめですよというのがまず1つですね。でかつ、瓶詰めから15ヶ月は出荷しないでくださいねと、15ヶ月以上経ってから出荷してくださいねと、まあ、そういった2つの,あの範囲というか、熟成期間というのが出てくるんですけれども。 まあこれですねこのように図にしてしまうと、まあ、折り抜きと出荷ってどっちが早いんですかという話なんですよね。まあ、出荷というのは、先ほどもちょっとちらっと言った通おり、まあ、要はあの販売する市場に出回っていくということですので、市場に出回ってから折り抜きはもちろんしないですよね。ということは、折り抜きの方がタイミングが早いんだから、12の少ない方の数字の方だなっていうふうに、単純に考えていただければいいかなと思います。もしよかったら。 スクショかなんかしてもらえればいいかなと思います。はい、まあ YouTube にもアップされますので、ぜひそこでも見てみてください。よければはい。はい、では次です。はい、えー、スパークリングワインの製法で、トラディショナル方式のルミアージュとデゴルジュマンを省略した製法を選んでください。すみません、これルルミュアージュですね。ミの後にちっちゃい湯が必要でした、はい。失礼しました。 後で直しときます。A.、はいえー、メトード,ド・トランスフェール。B. メトード・アンセストラル。C. メトード・トラディショナル。D. メトード・シャルマ。はい。えー、まずは、えー、用語を一つ一つ確認していきましょう。えー、トラディショナル方式ですね。まあ、これは、えー、先ほどから何回も言ってる瓶内二次発酵方式のことですね。シャンパーニュの製法のことです。 そして、このルミュアージュとデゴルジュマン、はいえー。ルミュアージュは、ルミュアージュとデゴルジュマンというのは、セットになっているような、えー、醸造工程ですけれども、ルミュアージュがこうリンをこう回していって、中のおりをこう一つのところに集めていく作業。で、デゴルジュマンは、そのおりが集まったところを凍らして、中のこのスパークリングワインのガス圧を利用して、ポンプをはき出すっていう、そういう工程でしたよね。 まあそれっていうのは、ルミアージュにしても、デゴルジマンにしても、すごく、あの、なんていうんでしょう、人件費がかかりますよね、まず。あとは、すごい熟練してる人じゃないとできないし、危険だしっていうところでえすごい大変な作業なんですけれども、これを省くことによって、大幅なコストカットができるっていうのが、この問題になっている製法ですね。ルミアージュとデゴルジマンが省略したとか、 簡略化したみたいな言葉が出てきたら、このメソードとトランスフェールですね、トランスファー方式というのが正解になります。で、まあこのトランスファー方式というのは、こういったこの大変な作業の手間を削減できるっていうのもありますし、あとはですね、その瓶内で一応二次発酵はしてるので、その瓶内二次発酵によるおりとの接触による個性っていうのは、ワインに出てる。 しあとはその複数のボトルの、瓶内二次発酵したボトルの液体を全部一つのタンクに一回開けて、それで一気にろ過してから新しいボトルに詰め替えるので、一つ一つのボトルの品質の平準化が見込めるっていう、そんなあのメリットもあるそうです。あとはトランスファーっていうのはこう移動するみたいな意味ですよね。まあ、ワインを瓶からタンクに開けて移動させるっていうところから来ている用語です。 まあちょっとあんまりこう、トランスファー方式のスパークリングワインにあまり出会うことっていうのはないかとは思うんですけど、試験には出るので覚えておきましょう。はい、えー、次です。AOC、ロゼデリセイが属する地方を選んでください、はいえー。A、プロバンス地方。B、シャンパーニュ地方。C、ローヌ渓谷地方。E、ワール渓谷地方。はい、この問題はですね、 あのシャンパーニュ地方のカテゴリーに入っているので、もう当然、シャンパーニュ地方でしょっていうふうに皆さん選べてしまうと思うんですけれども、もしこれが仮に、あのなんて言うんでしょう、全部の範囲の時にこの問題が出てきたら、特にシャンパーニュ地方の問題ですとは書いてありませんので、まあ、その時にもぜひ思い出せるようにしていただけるといいかなと思います。このロゼレリセ性っていうのは、理性っていう村の名前ですよねで。その村がどこにあるのかっていうと、 えー、メインである、えー、3つの地区があった丸、えー、ヌ県とは離れ,て離れた、えー、南にあるです、ねえー、オーブ県というところにある、えー、ポートデバール地区というのがありました。ここそこにそのムラ村トレとかあるんですね。はいえーまあ、それでピノノワールから作られるロゼのスティルワインの AOC というのをぜひ覚えておいてください。 はい、えー、シャンパニュー地方の問題以上になります。続きまして、アルザス地方、まあ。アルザス、ロレーヌ地方となってますけれども、まあ、ほとんどがちょっとアルザス地方の問題ですね。はいえー、AOC、アルザスの生産可能色を選んでください。A、中、ロゼ、白。B、白。C、赤白。D、ロゼ、白。 はいえー、アルザス地方には、えー、AOC もほとんどこの AOC アルザスになりますね。あとはその AOC アルザス、クランクリューっていうのがあったり、ク、えー、レマンダルザスがあったりしますけれども、えー、ほとんどこの AOC アルザスで占められているわけですが、えーまあ、アルザス地方といえば白ワインがすごくあの主要な、えー、ワインであるというふうな、まあ、イメージもあるし、勉強もしたかと思うんですけれども、まあ、実際このアルザスの生産量の9割。 が白という,もう一大白の産地ですけれども、AOC アルサスにおいては、この3色、赤、ロゼ、白がすべて生産が可能です。そうですね、赤白と間違えている方も多いんですけれども、まあ、ロゼも作れるということですね。でまあ、ただ、白に認可されている品種は10以上あるんですけれども、まあ、赤とロゼに使えるのはヒノノワールだけというのが特徴ですね。 AOC、アルザスの赤ワインとかロゼワインっていうのがあったら、それは全部ピノノワールから作られているワインなんだということですね。はいまあ、ちなみに、えー、先ほどちらっと言った AOC、えーえー、クレマン・ダルザスですね。クレマン・ダルザスは、えー、ロゼと白だけですね。これはあのフランスでクレマンっていうのが、えー、8個ですかね、えー、あったと思うんですけれども。 まあ、クレマン○○ときたら基本ロゼと白が生産可能で熟成期間は9ヶ月っていう、まあ、原則というか、えー、あったと思うんですけどクレマン・ダルザスも同様ということですね、まあ、あとはそのクレマン・ダルザスがフランスで一番消費されているクレマンだっていうのもぜひ覚えておきましょうあのクレマンの半分は、ね、あのクレマン・ダルザスと言われてます、はい、次ですアルザス地方のグランクリュにおいて 複数品種の根性が認められているものを選んでください。A. アルテンベルグド・ベルガイム B. ジャンティ C. ヘングスト D. ロッツェンベルグ、はいえー、グランクリューの問題ですね。うんえー、アルザス、先ほどの AOC ・アルザスと AOC ・えー、アルザス・グランクリューという、えー、アペレーションがあります。 そして、えー、グランクリュー全部で51あるんですけれども、その中で、えー、品種の規定というのが例外的なものが5つあるというふうにテキストにあったので、ぜひ皆さん、その5つを覚えていただければ大丈夫なんですけれども、でその中で、まあ、品種、えー、使える品種に例外があるというところと、と基本的にはそのアルザス・グランクリューというのは、えー、その後期ですね。 えー、後期品種と言われる、えー、4つの品種ですね、えー、リースリング、ミュスカ、ケーブルストラミネール、ピノグリという、えー、4品種の中の1つを使用して、えー、作るというのが、このアルザス、グランクリューの原,原則なんですけれども、まあ、その5つの、えー、グランクリューというのは、それ以外のブドウを使えるだとか、あとはその本場で作ってもいいとか、えー、アサンブラージュ、えー、ブレンドで作ってもいいというような、えー、例外が ありますでこの根性が認められている、えー、グランクリューというのは、えー、2つありまして、えー、1つが、えー、ケフェルコプスというグランクリューが1つ、まあ、こちらに関しては根性もアサンブラージュも OK という品種ですね。でもう1つが、えー、アルテンベルグド・ベルガイブン、この A のグランクリューですね。はいえー、これ、覚えるの非常に大変かとは思うんですけれども、 まあちょっと余力のある方はです、ねまあ、たったの5つなので、であとあのちょっとした規則性なんかもありますので、まあ、テキストの覚え方を見ながらあの覚えていただけるといいかなと思います。そうですね。他の選択肢もちょっと説明しますと、アルテンベルトベルガイムが根性が OK、品種はリースリング、ゲブルストラミネール、ピノグリで、ミスカは使えないということですね。 とジャンティというのはちょっと後ほど説明しますので、ここでは置いておきます。これはクランクリューの名前ではないですよね。はい、そしてこのヘングスト。ヘングストは、えー、どですね、非常に、えー、こう重要というか、えー、ピノノワールの使要が認められた、えー、アルザス、クランクリューなんですね。このヘングストと、えー、キルシュベルグドバールというのが、えー、2021年に。 えそうですね、こののピノノワールというのが認可されるようになりました、まあ、これはすごくアルザス地方においてはニュースでしてそれまではアルザスグランクリューは白ワインしか作れなかったんですけれども、えー、ピノノワールから作る赤が認められるようになったということですこれは非常に気候変動の影響なんかもすごく大きくて、まあ、ニュースになったんですけれども、まあ、これからもその赤ワインを作れるグランクリューっていうのはどんどん増えていくだろうというお話です。 はい、そしてこのゾッツェンベルグ、ゾッツェンベルグというのは、えー、その後期4品種のうち、えー、ミルスカが使えないということなんですけれども、その代わりに、えー、シルバネードを使うことができる、そんなグランスリューです、はい。次です。えー、AOC ・アルザスにおいて、ジャンティと名乗ることのできるワインの条件として、正しいものを選んでください。もうジャンティてきましたね。 A、収穫は手積みのみが認められている。B、指定の品種を根性またはアサンブラージュする必要がある。C、指定されている品種を50%以上使用しなくてはならない。D、放棄品種であるリスリング、ニュスカノース化、機能ブラン、エブリストラミネールを規定以上使用しなければならない。はい、えー、この ジャンティというのはですね、えーまあ、AOC アルザスにおいて、えー、この指定されている品種を、えー、指定されている品種というのは、えー、先ほど言った後期品種という4つですね、えー、リースリング、ミスカ、ピノグリ、ゲビストラミネール、えー、この4つの品種を、えー、50%以上使用した、えー、ブレンドのワインにジャンティというふうに表記することができます。はいえー、ですので、上から見ていきますと、 えー、手積みとかは特に、えー、規定はないです。えー、指定の品種を根性またはアサンブラージュ。えー、と根性はだめですね、えー。アサンブラージュは OK ですけど、そのアサンブラージュにおいても、えー、品種の規定があるということです。なので、これも×で。C、指定されている品種を50%以上使用しなくてはならない。これが正解ですね。D も一応見ますと、えー、後期品種であるリスリング、ミスカ、ピノ、ブラン、ゲウストラミネール書いてあります。これ このピノブラウンは放棄品種ではなくてえ、ピノグリが正しいですね。まあ、ということで、この C が正解です。えー、ジャンティと、まあ、ちょっと似ている規定として、えー、エーデルツビッケールっていうのが出てきましたよね。えーまあ、ざっくりとエーデルツビッケールの方がちょっとカジュアルよりな感じっていうふうに思っていただけるといいんですけれども、えー、エーデルツビッケールっていうのはあの、いろんな品種を使っていいんですね。で、あと、根性。 してもいいしアサンブラージュしてもいい、まあ。ジャンティーよりもちょっと比較的、えー、規定が緩いのがエデルツビッケールっていうふうに覚えていただけるといいかなと思います。と今朝の私のあのラインのグループチャットで流させてもらった白ワインも、えー、エデルツビッケール、そのカジュアルなタイプの方なのでぜひぜひチェックしてみてください。はい、次です黒ぶどう品種が使えるアルザスグランクリュを選んでください。A エングスト、B、ケフェルコップ、C、ドッツェンベルグ、D、マルツェンベルグとベルガイム。はい、えー、こちら四つともグランクリューの名前で、あの全部あの例外の五つのうちの四つですね。はい、えー、先ほどのグランクリューの問題の時にも一個出てきたので覚えてるかと思うんですけれども、ク、えー、ローブ同様品種が使える。 グランクリューというのが2つ20 2021年に認可されたということでお話をしました。で、れからこのヘングストですねヘ。ヘングストとキルシュベルトバール、こちらが現在、アルザスグランクリューの中でピノ・ノワールの赤を作れるグランクリューですね。で、まあ、今後もどんどん増えていくんじゃないかというふうに言われております。 はい、えー、最後の問題です。えー、AOC アルダスで、えー、ピノグリの、えー、バンダージュタルティーブの収穫時の果汁糖分最低含有量を選んでください。はい、え一、ー、リットルあたり二百七十グラム、二百七十六グラム、三百六グラム、二百四十四グラムまあこれはですね、あの、ちょっと四つ、ま、あこの四つの数字が、 これが例えば、えー、280g になっているとかそういう意地悪な問題はおそらく出ないと思うので、まあ、この4つの中でどれかなっていうことを考えていただけるといいと思うんですけれども、はいえー、で授業中にも佐伯先生から覚え方の、えー、ご紹介があったと思うので、まあ、ぜひそうやって数字を書いて、ね、覚えるっていうのが、まあ、王道というかです、ね、それ以外にちょっと方法が。 ないのかなと思いますので、ぜひそれで1回覚えてみていただいて、でまた試験前にあの思い出せればいいのかなと思います。で、これですね、まあ、じゃあ数字の1はあの覚えたんですけど、その側ですね、この表のど,あのどっちが、えー、バンダンジュ・タルティブで、どっちが、えー、セレクショングランノーブルだっけとかですね、たブドウ品種あの、4つのブドウ品種があって、それが22になっているんですけど、 どん2に分かれているんだっけとかですね、まあ、そっちが意外と忘れちゃうこともあるのかなと思ったので、あの紹介させていただこうと思います。えまずは、ぶどう品種ですね。あじゃあ、ぶどう品種の前に、このバンダンジュタルティブと、えー、セレクションドグランノーブルについてですけれども、はい、バンダンジュタルティブというのは、えー、バンダンジュというのは収穫ですよね、まあ、タルティブというのは遅い、まあ、遅積みのぶどうを使った甘口ワイン。 これに対してセレクションドグランドオーブルというのは、えー、要は寄付ワインのですね、はいえー、バンタンスタルティブは遅積みですので、まああのー、完熟する、えー、タイミングを待って遅、えー、らせているブドウでそれに対して寄付、えー、ワインというのは寄付ブドウというのは皆さんも、えー、第2回、3回の時にに、えー、栽培の時に 勉強しましまたよねモ、えー、トリティスシネレアという菌がブドウの皮について、その菌が、えー、無数の細かい穴を開けるで、そこから水分が蒸発していくというような仕組みでしたよね。はいブドウの皮に穴を開けて水分があの蒸発していくっていうの,のの方が果汁の凝縮度っていうのは上がりそうな気がしますよね。はい、ですので、こっちの寄付ワインの方が糖度が高い方の。 こっちの表の右側の方だというふうにまず思い出していただいて、あと、ブドウ品種ですね。ぶどう品種は、まずこの4つのぶどう品種っていうのが、えー、まあ2つずつのチームに分けられないことには始まらないですよね。ということで、ちょっともう1個だけ資料を作ってみましたがし、こんな感じですね、この後期品種の4つっていうのがこの4つだったと思います。 で、まあ、このテキストの表でいうと、この上の2つですね、ゲブリストラミネールとピノグリというのが、まあ、この写真、ちょっとあの貼ってみたんですけど、どっちもですねあの、皮の色、このピノグリなんか見ると、え、これって黒ぶどう品種じゃないのって思ってしまうぐらい、皮の色が濃いめの、えまあ、こういったぶどう品種のこと、グリ系のぶどうとかって言ったりしますけれども、たあのどっちもそのグリ系のぶどうが上に来てるんですね。 まこの2つの品種っていうのは、糖度が上がりやすいっていうことで、えーまあ、なんで、この表の上側の方、数字がより高い方に、こっちの2つを持ってくると。まあ、それができれば、もう完璧に表が出来上がるかなと思います。まあ、このゲビルスとピノグリが同じグリ系の品種っていうので、まあ、この上に来てるっていうので、まあ、ちょっとつなげて覚えていただけるといいかなと思って紹介しました。 はいで、ということで、えー、その表をです、ね、皆さん、頭の中で思い描いていただそうですね。頭の中で思い描かなくてもいいんですね。本番の時は、えは、ー、紙とボールペンが、えー、それだけを渡されてあの、パソコンの部屋に入っていきますので、あのメモを取ることはできるんですねあの。そのメモを持って帰ることはできないですけど、その試験中にこういったあの思,い思い出したい表とかを書くことはできるので、まあ、その表にこう今、 覚えたことを表を書いてみれば、あの落ち着いて考えられると思います。まあ、ピノブリは、えー、糖度が上がりやすい上の方の、表の上の方のあのー、不動でしたよね。で、バンダンジュタルティブは、えー、遅積みなので、えー、左側の方の列、えー。なんで、えー、左上の数字だなということが分かるので、270グラムが正解ですね。はいまあ、これは本当、また直前に思い出していただければと思います。 の直前に思い出さなきゃいけないことリストみたいなのメモしておいても、すごくあの7月頃の勉強に役立つのかなと思います。はい、えー、本日の問題以上になります、はい。何かご質問があればですね、えー、Q&A の方に書き込んでいただければと思いますけれども、いかがでしょうか。うんはいえー、フランスもですね、あと、 授業を2回残すのみとなりまして、えー、明日ちょうど明日の授業は、えー、ロワール渓谷地方とローヌ渓谷地方ということで、えーまあ、ちょっとこう地域は、えー、ローヌ渓谷地方の方がこう地中海に流れ込んでいくローヌ川という川沿いに広がっている産地ですね。でロワール渓谷地方というのは、もっと北の方ですね、えー、大西洋に注いでいく、えー、非常に長い、えー、フランスで一番大きな河川であるローワール川。 の周りに広がっている産地ですね、まあ、すごい長い川なので、その産地をこう一括りに捉えることはできないというぐらい大きな産地なんですけれども、まあ、それをこう4つぐらいに、ね、こう分けて、地区ごとに見ていくという勉強になります。えー、ご質問、大丈夫そうですかね。また何かあれば、LINE のグループチャットの方もぜひぜひお気軽にご利用いただければと思います。 とですね。今,日今あの、聞いてくださっている皆さんに、いつも終わった後にアンケートの画面になると思うんですけど、そのアンケートの画面でちょっと教えていただきたいことがあって、あの今日とかあの、今までとか取り上げ、私が取り上げている問題の難易度があのちょうどいいのかどうなのかなっていうのをちょっと知りたくてですね、あのまあ、全部、めっちゃ楽勝だったよっていう方とか、ああ、そうだ、そうだって思い出しながら参加いただけた方とか、 あもう全然さっぱり覚えてないし全然わかんないわっという方、まあこの楽勝普通難しいのざっくり3つのどれかで教えていただけるとすごくえ参考にさせていただきたいなと思うのでぜひぜひよろしくお願いいたします。あのただの感想とかもすごくいつも読ましあの皆さんのアンケートいつもすごい読ませていただいてあのすごく励みにしておりますのであの感想なんかも書いていただけると嬉しく思います。 はい、ではですね、ご質問大丈夫そうなので、えー、今日は、えー、本日の歩行は以上にしたいと思います。ではまた、明日からも毎日少しずつ、えー、進めていきましょう。お疲れ様でした。